なんかもう本当どこでも撮れます、ね、なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎と U 字レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。79年ぐらいから、はいはいはい、けど UK とかはもっと遅い。80、あ、そういうことか。そうそう、あ、 UK 基準で考えてるからそんな感じ。そうね、 UK はもっと遅い。あ、どうぞどうぞ。あ、横井翔二郎です。ウィジレルカルスでございます。本日はゲストをお招きしまして、どうぞ。あ、どうも、はじめまして、ダニーです。よろしくお願いします。めっちゃ順応しますね。うん。今日はね、翔二郎、はい、君、そのあ、ダニーさん、我々はタニーヤンだったりヤンだったり呼んでる。もうそうね、いろいろ名前があってね。そうだよ、俺はヤン氏って呼んでる。もう変化しすぎてんだよ。で、今日はヤンがうちに遊びに来てくれる。ヤン、本名谷口浩樹が、AK コウキが、そう、 AK コウキ、そもそもヤンがどこにもない。そうそうそう、ヤンはないから、はい、じゃあ3人で撮ろっかって言ってたんだけど、こう、いざとなると今日はやっぱりいいかもねとか言ってて。あ、確かに、さっきもういいかもねって言ってたのに。そう、いや、やっぱり2人の話が意味不明だから、はい、収録しとかなきゃなと思って。いや、意味は分かりましたよ。いい、すごい単純明快だよ。じゃあ、あの、続けていただいて、うん、あ、もしかしたら、今途中から始めたんで、何の話してたんですか。いや、バーコードの話。バーコードあるなしの話。エアロスミスのナイトインザラッツにはバーコードがないバージョンがあるっていう。あ、そうなの。あ、ほら、あの、ついてこれちゃうわけ。そう、じゃ、俺はあるもんだと思っていたんだけど。だってあれ、79年。あ、じゃあないでしょ。あるんだよ、あるやつが。まあ、俺は大体あるってね。79年ぐらいだともう大体あるよ。翔二郎のは、なんかね、あんまり自信ないです。正直帰ってみないと分かんないけど、まあ、なかった気がする。でも80年代に入るともうほぼ 100%。 そうですよね。で、そう、我々の関係を軽く簡単に話すと、平たく言うと、谷やん、谷口浩樹さんは僕にレコードを、レルレにレコードを教えてくれた人ですね。はい。で、私、あ、じゃあ、ユージレルレ川口は俺にレコードを教えてくれた人です。つまりおじいちゃんですね。おじいちゃん、はい、はい、まあ、実際ね、うん、そうです。そうですね。そう年齢的にもね。いや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 、我々は出会ったのはでももう14、15年前ですか。それぐらい前だね。そうですね、あの、いわゆる箱番ですね。箱番っていうのは、箱番ってなんて言えばいいんですか。あれなんて言うの、なんて説明すればいいですか。箱番、お店についてるホストのバンドか。ああ、そうね、そうね。って言いますか、うんうんうん、って言いますか。その、ホストって言われたから、俺あっちのホストの。いらっしゃいませ。ああ、ホストなの？だからその、ホストバンド、ハウスバンドを、の、まあ、アルバイト、アルバイトって言うんですか、うん、ハウスバンドの経験を、しているときに、出会ったのが、谷口さんで、こう、要は、じゃあ、ブリティッシュロックやりたいならフリー聞いてみろとかね。そうね、ずいぶん生意気なこと言ったよ、俺もいろいろ。いやいやいや、俺その話めっちゃ好きですよ。でさ、実際聞いて面白くないんだもん、最初。あ、面白くない。何なんだろう、これ。あ、フリーですか。面白くないよ、最初。スカスカしてんなみたいな。やべ、どうしよう、最初から割とおもろかった。そう、あなた、それはね、あなたね、そうなの。それはセンスがあった、ね、飛び級なのよ。あ、2、3段飛ばしだからね。セブンステップつってんのに、こっちは。全然ステップ飛ばしたんだ。ただそれでこう、いわゆるロック教えてくれた時に、そのだんだん面白くなってきて、そしたら、はい、あの、ちょうど俺がファーストプレスのみたいな話をしてる時に、実はヤンはそれのすごく詳しくて、うんうん、こっからこういろいろ教えてもらったわけです、はい、だからまあ本当にその、こう、ヤンなくしてうちのコレクションはないと。ああ、なるほど。でも過言ではない。すごいね、本当に。じゃあ、そうですね、ヤン氏すごいね。いやいや、ヤン氏すごい。いや、ヤン氏、そのヤン氏はなんかどうやら新しいアルバムがあるみたいな。新しいアルバムありますよ、はい、見えますか、ほら、見えますか、見えますか、見えますか、こちら
あ、見えてる見えてる。こちらで。ドドン。そうそう。あ、そう、あれね、YouTube のあの音、ね。ちょっとじゃあご紹介をぜひ。これね、僕、その、ダニーという源氏名でホストをやってるわけですが。なんかいろいろ着ねえか。その、ダニーっていう名前を覚えてもらうには一番何がいいかっていうところで、わかりやすい名前をつけようということで自分のバンドにダニー・ビー・グッドという名前をつけたんですね、はい、いいじゃないですか。でその、バンドの3枚目になるアルバムができました。そしてそれを今日持ってきました。やったー、はい、これです。いつできましたか。これは、今月の12日に発売になりました。本当に5月12日発売。それでレコアツやってたの。そうそう、で13にレコアツやって14、15と名古屋大阪。そうです、ね、ああ、これはどちらで、どちらで視聴とか可能？これね、6月1日から、はい、配信始まります。おお、すごい。サブスクリプション。サブスクリで聞けます。Spotify とか Amazon Music、聞ける。Apple Music で聞けます。おお、すごい。おいいですね。これあの僕らの放送は取りためてるから、だからそのタイミングでじゃあアップしよう。そう、6月1日から。配信開始みたいです。俺はそういう希望を出したんだけど、噂によると向こうの処理のスピードによっていろいろ変わるっぽいですけど、はいはい、で CD はどこで買えますか。 CD は僕のサムライジャイアンツから買える。サムライジャイアンツの脇のところにベースの脇のところ、サムライジャイアンツでホームページでいいですか。やっぱりブログ、ブログでいいですか。サムライジャイアンツ人生はロックンロールっていうブログがあるんですよ、はい、サムライジャイアンツ人生はロックンロールっていうヤン氏みたいなブログのタイトルです。そう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 。いや、あのヤンのブログ面白いよ。面白い。またこの人クオのこと書いてるって。またって全然わかんないことを書いてるよ。まああのお二人完全に忘れてると思うんですけど、タイトルがプレイイットラウドです。そう、プレイイットラウド、はい、タイトル、ね、そう、プレイイットラウド、ね、あれでドラムはね、ドラムはあの人間室の中島信夫さんがやっておりますよ。これがこれ目当てで買ってください。そう、まあもういっそね、まずはそうまずは人間室の中島信夫がドラムです、じゃあ買ってみようって買ってください、うんうん、人間室とは全然違う音楽です。で何より横井の死の死が出したアルバムだからね。そうそう、はい、それは聞かなきゃいけない。横井おじいちゃんが出したなんでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 PV とかはまだ予定は、いや全然俺その思いつきもしなかった。マジか、作ろうよ、うん、MV 作りますか。うん、ああとか言って分かんないけど、ファーストの時に一回作ったんで、うん、ただ全然売れなくて5万円ぐらいかけたんだけど全然戻ってない。ああでもほら今 MV だって iPhone 持ってんだから。ああでいろいろさ、まあねツアーの映像とか撮りためたりとかはしてるからね、うん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 、まあ、いずれプレイトラウドダイヤモンドヘッドじゃないよ。おっと今こう多分タイピングしてる人の手が止まったんじゃないですか。あ、違った。デリートもうどうやって出ちゃうね。こんな感じで今日はそう新作を持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いや、ぜひ聴いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱバーコード、これでもバーコードがあるけどさ、うん、ありますね。うん、これはさ、一応商品管理のために今はもうこれがないと全国流通とか出せないよね。はいはいはい。だからシール貼るかジャケットに入れるかっていうことで、まあ一応ジャケットに入れてるけど、うんうん、本当のことを言うと入れたくないよね。ああ、なるほど。自分はシールですよ。ああ、それの方が良かったのかな、うん、あの委託すると勝手につけてくるから、うん、なんかねえ、違和感ある。じゃあ違和感ある、ね、ペイントでブラックしますか。ペイントでブラックしますか。じゃあそしたら流通できなくなっちゃうじゃん。またシール貼るの。そうあの逆修正版指定でハモるな。そうまあちょっと世間に負けたかなって感じだね。いやでも俺いいですけどね、なんか時代とか国分かってよくないですか。こう、4が日本やったっけ。そう、49が日本。4ね、49ね。そうバックそう、一応メイドインジャパンだからっていうことで、はい、それこそこれディアンジェロのアルバムは確か、あ、こっちについてる、ここがもうバーコードなんだよね。へえ。コードがついてる。でも裏にもあったわ。はいはいはい。番号がもう書いてある。そうどういう意図なんだろうみたいな。なるほどね。なんかなかなか渋い。あれだ、キンクスのさ、デイブ・デイビスのソロアルバムさ、2枚目かな、うん、顔がバーコードになってるよね。ええー。
皮肉たっぷりですね。だからあれが79年かそれぐらいに出た。正直なの？そう、まさに、まさにだ。こんなもん出しやがってと、管理しやがってみたいな、まあ、ことなんじゃないかな。まあデイブ・デイブスって相当ひねくれもんだからね。まあそりゃじゃなきゃ、まあ、スウェル・ヒルビリス出さないでしょ。出さないね。キンクスが、キンクスたるのはデイブ・デイブスっていうのがある。翔士郎もショービズ買いましたよ。あ、見たよ、はい、レコードコレクターズで。ああ、もう乗っていた。いやー、着実にこの男やってますよ。やってるね。この男やってます。青は愛よりいでで、愛より青し。あ、来た。ありがたいですね。ありがたいですね。で、今日は完全に追い越されてるから。今日はこれを持ってきてくれましたよ。あ、US。Yes。US 版です。まあ。お楽しみはこれから。あと今日はこれも持ってきてくれました。はいはい。このほら、これちっちゃいジャケットは。それね、ローリングストーンズね。早っ。ファーストだね。もしかしてデッカが見えてた。さっきチェックしてたの。ああ、見たな、見たのね、うん。マウンテン見た時に裏にこう、あ、あるなって感じ。持ってきました。ちっちゃいジャケット持ってきて。今日はね、かなりこう、ヤン殺しですから。UK 版のあのジャケット、ちっちゃいジャケットがいいんだよね。いやー、そう、ね、なんで、ね、うん、なんでこれ一回り小さいとかあるんですか、理由。いやー、わかんない。なんかたまにないですか、やたら小さいジャケット。あるキンクスのマスエル・ヒルビリーズもちっちゃい。あれもちっちゃいんだ。ちっちゃいんだ。アイランドもちょっとちっちゃいよね。あ、そう、なんかねえか。でもあの確かになんかほんのり小ぶり味があるよね。うん、あるあるある。まあ、うちのやつは削れすぎたかもしれないけどね。あのジャケット作るさ、はい、メーカーがあるやん。はい。あるでしょうよ。なんつったっけな、あのね、いや、裏に書いてあるよ。あ、書いてあるの？書いてある。70年代。あ、それもあるかな。もうちょっと新しめの、68年ぐらいの新しめの、いや、72年ぐらいの新しめの。新しめ？ 72 年が新しい。さすが我らの。いやー、そう本さんですね。さすが。新しいかな。あ、じゃないかな。なんかね、か、あ、ビートルズも書いてあるよ。あ、その、リボルバーのちょっと見せてもらっていい？見ましょう。ボルバーは、はい、こちらです。ボルバーのさ、ボルバーの、言ったことない。この、これだ。ここに書いて、なんとか SX みたいなやつ？そう、グラード、ガロードロフトハウス。ロフトハウス。こういうのとかさ、このジャケット作ってる、パテンツバー、書いてあるか、これのことか。よく見るよ、ね。確かに。うん、多分こういうところの会社によって違うとかさ、なるほど、ね、そういうのあるんじゃないかな。こういうのをね、意外といい加減に喋ってるっていうところがなんか、こういうのあるんだからこう、ね、レコードの裏っていうのは、レコードジャケットの裏ジャケットっていうのはすごい、ビートルズはね、ほぼそうだよ。あ、俺が今言ってたのは これだね。これ、こっちか。これ、ほら。あ、これは EMI か。そう。この、これ、こっち下書いてある。あ、これ。ラジオでこれとかあれとか。今あのあれね、ラバーソロの裏ジャケで盛り上がってたというか、うん、ラバーソロの裏ジャケにもリボルバーの裏ジャケにもその表記がある、表記があると。あ、じゃあ、 皆さんぜひ、そうですが、ディスクユニオン行って裏だけ見て帰ってくれば、ああこれかと、そう、これだ、これだ、これなんだな、そうそう、見るのはもうただだから、ね、あ、見るのはただ、あ、でもあの鍵盤までただです。そう、はい、支払い前までただだから、あの視聴もただだから、そう、うん、で、なんなら支払いもタダですからね。あ、そう、あの、等価交換だから、はい、そう。だから、そう、あの、俺なんかけど高校生の頃とかも、ほんと学校終わるといつもレコーディア行ってさ、はい、だ昔あの、帯とか読むんだよ。で、裏見るとこう、書いた、ね、いろいろね、こうカタログが乗っかってるからさ、それ見てさ。でも実際にその自分はそれは CD でやってましたけど、帯買いはしますよね。うん。なんとかだ、かんとかだ、かんとかだ。あ、聞いてみようかな。うん、あ、伊藤清則だね。ああ。踏んでくれって書いてある。泣くがいい。声を上げて泣くがいい。そうだ。アルカトラスね。そういう感じ。あの人泣くの好きだよね、伊藤さんね。まあ、あの人が泣くのが好きかどうかわかんない。伊藤さんなんかね、キャメルのね、ライナーかなんかにね、はい、キャメル君はロックを聞いて泣いたことがあるか。僕はあるっていう、なんか、すごい名言があったんだよね。旅行みたい。あれなんだったっけな、なんか、どのアルバムだったか忘れたけどさ。そんなことしてねえよ、うん、あるんだよ、そういうの。あの人しょっちゅう泣いてるからね。あの人しょっちゅう泣いてる。あの人自身も泣いてるし、みんなのことも泣かせたがる、ね。泣かせたがるね。伊藤清則さん。なんかね、デジタルになっちゃう。で、あの、僕がね、レインボーを一番リアルタイムで聞いたのが82年かな。の、あの
放題闇からの刺激、あストレートビトゥインジャイズ、はいはいはい、ストレートビトゥインジャイズは確かにデジタル録音だった。うん、あれぐらいからやっぱねだんだんこうロックの音像が変わっていくね。まあそうです、そりゃそうですよね。うん、でニューウェーブとかっていうさジャンルも登場してきて、うん、あっててみんななんかけどニューウェーブなんていうのはさドラムなんていらないもんね。ドラムキットがいらない音楽だからさ、そのなんだろうこう打ち込みでいい、うん、あの楽器としてね、うん、ああそうそうそう、プレイスタイルがね、うん、楽器としてドラムセットを捨てたっていうか、まあそういう意味ではギターも捨てた音楽だけどさ、うん、まあそのゆえにニューウェーブなわけですよね。そう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 、新しい波ですからね、うん、けど俺はもうさニューってついたらおしまいだと思ってるのよ、うんうん、ほう、なるほど。新聞と一緒でさ、新聞今日新しいけどもうさって夕方になったら古いぜ、うんうん、ああなるほどなるほどなるほど、うん、確かに、うん、だからね、なんか名前にニューとかつけるとよくないよ。あニューヤードバーズとかさうん、だからやっぱりねレッド・ゼッペリンという名前はやっぱ必然だったんだろうな。うん、まあ変えなきゃいけなかったんだね。なるほど、なるほど。ちょうど最近翔士郎とよく話してるのがそのやっぱりこのセブンティーズの音楽やっぱその質感を聞いてるよねって話をしてるんですよ、うんうんうん、音の質が面白いからここら辺の音楽を楽しんだから翔士郎のラックが全部70年代みたいなね、あそうそう質感が全部同じでウケるみたいな。そうなんだっけ、バーコードないレコードばっかりやね。そう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 、うん、なんだっけ、おなんだっけ、直球みたいな話してたよね。なんかベタ、あ、ベタか、なんか俺ベタなのしかないんですよ質感として。ベタやなーっていうね。最近ねバトルスが加わったからね。そんなでもないような気がするけどな。俺あのいつも俺おはよっこい時々見てるけどさ、はい、ツイッターあんまりチェックしないけど、するとおはようこい来てさ、でもヤン氏からちゃんといいねもらった通知見てニヤニヤしてますよ。いい、ね、あのガスキンがやったよね、はい、ガスキンおいおいってノーウェイアウトノーウェイアウトおいおいって即買いでした。あれはねよかった。それは別にいらんだろっていう。いや即買いです。あれはよかった。これ流していい流していいよ。そのあれそんなこっぱずかしいことするんや。そのあれはあのなんだっけ、ジャスラックとか大丈夫？ジャスラック全然大丈夫、俺入れてないから。あ、じゃあ大丈夫。ジャスラックはねエピック。そしたらさディスクかっこいい。うん、これバーティゴを感じる。そうバーティゴを。おい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 、あいいですね、かっこいい、うん、これセカンドからこれでやってんだよ。ゴールドいいですね。あ、ほんと、うん、ゴールド、あそのなんかあれをねちょっとバーティゴをちょっとあのちょっとモチーフにして、うーん、良いですね良いですね。俺ね実はこれ聞くの初めてなんだよ。え、嘘。え、実は俺んち今 CD プレイヤーなくて。ああ、なるほど。で俺 CD プレイヤーこのミックスのチェックの時に使ったんだけど、うん、なんかもうね音量が変わったりね、途中でなんか音圧が下がったりとかしてムカついてぶっ壊したの。おでもかなりハイファイですね。そうそうそう、もうそれはね意識した。ムチムチじゃん。うん、やっぱちょっとあの持ってうん、やってる。お、谷口じゃないですか。谷口幸喜です。このプレイットラウドとか言ってるけど、単純に耳鳴りがうるせえからボリュームを上げろっていう。あそういや、いいじゃないですか。そういうの。ああいいですね。あとあれだ、俺一番最初にアイアンメイデンのレコード2枚目か、うん、買ったのがさ、アイアンメイデンライブプラスワンっていう45回転の、はい、さそれにさ帯にさこのレコードはできる限りボリュームを上げて聴いてくださいって書いてた。オールメンプレイオンテン、オールメンプレイオンテン。じゃあアイアンメイデンだったら今日どれ聴きましょう。アイアンメイデンといえばね、俺はもうどうやってもキラーズだね。うちはねキラーズあるんですよ。俺はキラーズが一番好き。よかった、うちキラーズなかったわ。うちはキラーズ、キラーズって言ってたじゃん。俺はいつもキラーズ探してんだよね。ああ、そうキラーズないんですよ。キラーズあればなと思って。ファーストあるんだけどね。あのね、俺はキラーズが一番好きかな。ここら辺マークで日本版なので。おお、それバーコードなしをね、サナさんとね。そうそう、バーコードなしをね。バーコードなしをね。キラーズ、これ。あれこれ、あのね、知ってた？この、メイデンのこの、これって、このジャケットのモチーフになってるのは、ピンズベリーパークの、
あの石垣なんだって。あ、そうなの、うん、やばいね。じゃあそれ日本版っす。日本版曲順が違うはずです。あの、あれ、あれ、違う曲順違ったっけ。あれ同じか。これあれじゃん、アメリカ版はサンクチャリが入ってる。あ、アメリカ版が入ってるのか。けどね、日本版って実はキラーズも、なんだっけな、キラーズ、それはイギリス版。確かね、トワイライトゾーンが入ってんじゃなかった。へー、あの、あれは国内版は。けど、これで耳鳴りの話してる。耳鳴り、うん、耳鳴りがね。確かに耳鳴りがうるさいから、もっと大きくボリュームを上げてくれっていう。で、これもそうだよ、トータルエクリプスが入ってる国内版には。あー、でーでー、トータルエクリプスね。ごめんね、俺。いや、全然。あれなんだ、ナンバーオブザビーストの B 面だったっけ。違うな、あれ何の B 面だっけ。トータルエクリプスって、なんとぞ言うの B 面だったっけな。トータルエクリプスどれに入ってるっけね。シングルの B 面だっけ。分かんない、それは。ナントゥーザヒルかナンバーオブザビーストか、どっちかだ、ね、よ。 AG ザハイはバーコードついてますね。まあでもさすがについてる。これバーコード、あ、これね、俺バーコードなしがあると思うんだよ、これ。マジで。お、いまだ2022年でこのフレーズ聞けるんですね。練習したよ俺は。練習した。これをやるために俺はやってんだもん。俺けどね、本当にね、俺がギターを始めようと思った瞬間っていまだに覚えてるんだよね。中学1年の5月、はい、5月のね、ちょうどゴールデンウィーク、成り立てだ。うん、成り立てにビートルズのハリウッドボールのライブを聴かせてもらったの。そう、あれね。で、A 面1曲目がトゥイスト・アンド・シャウト で、2曲目がシーザー・ウーマン。もうそのあのトゥイスト・アンド・シャウト1分ぐらいで終わってすぐに間髪入れるシーザー・ウーマンっていうのさ、めちゃくちゃかっこよくてさ、もうその時点でしょんべんにちびりそうなわけよ。で、A 面の最後がロール・オブ・ア・ベイトだった。もうあのイントロ聞いた時に、あ、俺の人生これだと思った。なるほどね。まあ、どうでもいい話だね。いいよ自分の話ばっかりじゃん。頼むよ、そのために読んでるから。それはアメリカ版なんですよ。どれ、これ、こっち、これ、それ、それ当時、だ、それも当時100円ぐらいで買ったな。俺これさ、東海大学の推薦の入試に行った帰りに買ったんだよね。85年だよ、俺。85年のね、9月ぐらいに出たんじゃないかな。9月か10月かな。そっか、リアルタイムなんだ。そう、リアルタイム。帰りにこれ買ってさ、帰ってバコンで聞いてさ、お母に怒られてさ。ライブアフターです。そうだ。まあでもライブアフターです、いいよね。まあ俺はどうだろうな。あ、これね、日本が映ってんだよ中に。うん、このみんなのさ、これのさ、あ、これこれこれ、日本だ、これ。ああ、本当だ。うん、他にもいくつかある。ワールドツアーの時のあれで、うん、この音源はもう、なんだっけ、カリフォルニアのロングビーチアリーナだけどさ、この中にはね、結構日本とか映ってるね。まあ、各国の、うんうん、ツアーの様子をね、うん、この日本が映ってたのがすごい嬉しかったんだよ。ああ、なるほどね、うん、来てくれてんだと。うん、やっぱメイデンツアーはそこがいいよね。そうだね、常にこう、常にこう平等というか、そうそう、どこの国の奴らもみんな同じ。うん、いいですね、みんな一緒っていうさ。インドに行ってもアメリカでも一緒と、アイアンメイデン T シャツを着てる男が生きてます。しかも戦術、戦術でもヤンシが戦術着てるとちゃんとガチです。説得力があるよね。ある。そうそう、やっぱ今のメイデンが、まあどうなんだろうな、最強とは言わないけど、やっぱだからさ、俺も語るよ。俺が中学1年の時に、1980年だった、はい、で、アイアンメイデンのファーストが1980年、で、81年に初来日、81年の5月に初来日、その前にキラーズが出て、だからさ、俺メイデンとずっと一緒に、メイデンと一緒に育ってきてる。育ってきてる。やばいね、それはやばいね、それはやばいね。だからアイアンメイデンの歴史をずっと俺見てきたね、ちょっと、うんうん、まあ最初、一番最初は知らないけどさ、だからね、それがすごい、なんか、なんちゅうんだろうな、忘れたくないんだよね。初心とかさ、いろいろあるじゃん。大人になると忘れるものっていっぱいあるでしょ。うん、そうですね。あ、それ知ってる。
ジューダスプリストですね。なぜかさっきからシーンアフターシーンとディフェンダーオブフェイス、このファイアパワーのジャケが出てくるっていう。なんでだろうね。シーンアフターシーンね。シーンアフターシーン最高、ね、大好き。だからそれもさ、この前さ、この前5000円で売ってて、5000円でしたね。シーンアフターシーンのあのさ、ジャケットのもあの元になったさ、もう石碑ってさ、まだあるんだよ。でどこだったっけな、なんかあるんだよ。イギリスなんですか、ね、うん、比べてみるとね、本当にこれ、あ、これでやったんだっていう。エピック、オーエピック。